コーヒー塾の横です。今日はですね、よく聞かれる内容なんですが、豆はどうやって保管するのが一番いいのか。冷蔵とかっていう人もいます。いや、冷凍がいいんだよっていう人もいます。果たしてどっちがいいのか。結論から申し上げますと、僕はいわゆる常温です。冷暗所、暗くて光の届かなくて、比較的涼しい場所にしまっています。周り、段ボールみたいな箱の中みたいな感じがね、湿気も来ないのでいいかなと思うんですが、なぜそうなのか。いや、私は冷蔵してますよ、私は冷凍してますよ、その方がちゃんと新鮮に長く持ってますっていう人の中にいると思います。でも、こう考えてもらったらどうですかね。私たちは、コーヒー豆を生鮮食料品と同じような扱いをしてます。あなたが今高級なお肉、すき焼き用お肉、もしくは、ステーキ用のお肉をお歳暮かなんかでもらったとします。さあどうしようか。冷凍しますか？冷凍しないですよね。確かに冷凍すれば、もしかしたら1ヶ月後でも2ヶ月後でも美味しく食べれるかもしれませんが、いや、解凍したものを食べるよりも早く食べた方がいいんじゃないですか。刺身でもそうでしょ。冷凍してドリップが出ちゃったやつをいくら解凍しても食べれます。食べれますけど、果たして元の美味しさに戻ってるかって言ったらそうじゃないですよね。だから私たちは品質が保たれてる間にそのまま飲みましょうっていうのが私たちが考えてる考え方です。ですので、どこかで豆を調達します、買いますって言った時には、ある期間で飲みきれる分だけを買って、頻繁に新しいものを手に入れることをお勧めしています。長く最初から、保管を考えないで、回していきましょう。はい、以上です。お願いします。